西に行けばベルガード門にはすぐにたどり着けるが、そうにゃ司令がいるとなるとさすがにその勇気はねえな。確かに。とにかく行ける範囲内で探索してみるしかないね。国防軍の装甲車が通ったら身を隠す必要がありそうだけど。そうですね。そうにゃ司令官、なんとかコンタクトが取れるといいんだけど。そこだ。出直してきなよ。そこです。そこです。敵先生、気をつけて。了解です。覚悟。せっ、やれ。よかれ。えい、私の番ですね。せっ、やれ。よかれ。覚悟せ。みんな大丈夫か。いい夢は見られたかい。やれやれ。アディオス、いい夢を。えい、えい、パフ、えい。油断したか。僕の番か。私の番です。リカバー。これでナイス。ね、よかった。よかった。ナイス。やれやれ。受けられるかな。よかった。締めないと。
そこだ。敵接近、注意してください。そこだ。任せてくれ。まだまだいける。えい。敵出現、やっちゃいましょう。まあまあだったね。お疲れ様です。タそこだ。そこだ。そこだ。蹴りをつける。砕け散れ。私の番です。リカバーこれありがとう。よし、そう、そこだ、そこだ、やれやれ。バラスト発動。オーケーです。それ私の番ですね。リターン。やるじゃない。タそこだ。タくっ、みんな立て直すぞ。了解です。そこだ。よし、と覚悟だ。僕だ。アディオス。いい夢を。えい。タフ。タフ。えい。タフ。えい。やっ。迎撃完了。みんな先に進もう。そこだ。えい。タフ。油断。
断したか。そこだ、任せてくれ。ロイド、一緒に行こう。ソーリアで行くよ。やるよ。 よし。はい。はっ。さて、行くよ。お任せを。せやあ。はっ。やあ。せっ。始めましょう。そこだ。覚悟せ。まか。やか。僕のチェック。はっ。そこです。お任せ。俺の。やめや。僕。いい夢は見られたかい。脱線事故の車両は
完全に撤去されたんですよね。ああ、破片とかの類も一通り片付けられたはずさ。しかし、あの事故もかなり大事だったはずだが、強烈なことばかり起きたせいか、いまいち印象が薄いよな。確かにね。大陸横断鉄道も現在は完全に運行を休止しています。たまに国防軍の貨物列車が通るくらいみたいですが。なるほどな。待てよ。ということは線路に出て行き来できるかもしれない。なるほど、その手があったね。だがクロスベル市方面は結界に包まれている状態だ。気づかれずに都市に入るのは不可能だぞ。ああ、分かっている。だが、西の方ならどうだ？ロイドさん、もしかして線路からベルガード門に潜入するつもりかよ。ああ、考えたんだけど、一度ソーニャ司令と直接話せないかと思ってさ。確かに味方になってもらえたらこの上なく頼もしい人ですが。でも国防軍への移行については反対はしなかったんだよね。さすがにリスクが高そうだけど。私も同感です。もちろん立場もあるだろうから正面から尋ねても捕まるだけだろう。だがなんとか門に潜入して秘密裏にコンタクトが取れれば、ひょっとしたら本音を語ってくれるかもしれない。なるほど。ミレイユたちを見ても国防軍内で疑問を持ってる人間が少なくないのは確かだろう。あれだけ正義感が強い人ならなおさらかもしれねえな。うん、そういうことなら僕も反対はしないけど、ソーニャ司令がいるとしたら彼女もいるんじゃないの？あ、それがあったか。ノエルさんですね。ふん、話を聞く限り彼女の決意は固そうだが。分かってる。だが俺たちの進む道が恐ろしく困難なのは確かだ。彼女との行き違いにしてもいずれ乗り越える必要がある。それが直接やり合う形になったとしても。ロイドさん、確かに避けてばかりはいられねえか。そこまで考えてるならこれ以上は言わないよ。とりあえずフェンスを外して線路に出られるようにしましょう。ああ
ください。爆発だ。ターゲットすでに近づきです。よし、そう、お任せを。やれやれ。はい、エイ、敵集団撃破しました。敵集団との戦闘を開始。さてと、覚悟。やあ、はい、リカバーしたら。よっしゃ、そこだ。覚悟。やあ、さあ次に行きましょう。全力で行かせてもらうぞ。僕の番か。覚悟。やあ、私の。そこだ、そこだ。お任せを。やあ、よし、やれ。はい、覚悟。チェン、行くぞ。やあ、制圧完了。次に行こうか。降りかかるキノコを払うまで。やあ、そこだ。覚悟。やあ、行きます。リカバーしたら。行くよ。覚悟。やあ、そこだ。行くぞ。つけ、援護するぜ。おっしゃ。いい夢は見られたかい。私の番ですね。俺の番だな。まずい。お願いします。止まるかね。そこだ。私の番ですね。はっ。よし。そう。そこだ。僕の番か。避けられるかな。はい。はっ。はっ。よし。いけ。私の番です。やれやれ。はい、やあ、よし、さあ
ちの力だ。貨物ホーム、ずいぶん久しぶりだな。幸い人の気配はないみたいだけど。まあ大陸横断鉄道が運休してるみてえだからな。あまりこっちに人手を割いてないんだろう。そうですね、潜入するチャンスかと。ソーニャ司令がいるとしたら3階の司令室か。なんとか人目につかずにたどり着ければいいんだけど。いざとなったら私が陽動して目を引きつけます。とにかく上がってみましょう。わかった。でも無茶はしないでくれ。ふん、上がるとしようか。待ってください。ノエル、どうして。皆さんの動向については国防軍の方でもある程度は掴んでいます。マインツ方面でレジスタンスと協力体制を結んだ後、次に来るとしたらこちらの方ではないかと漠然と警戒していました。やれやれ参ったね。さすがというか、いい読みだぜノエル。当たってほしくはありませんでしたけど。ソーニャ司令と話をしに来たんですね。ああ、その通りだ。ミレイユ3位から国防軍に疑問を持っている者が少なからずいると聞いた。この状況を打開するためにも司令の真意を聞きたいと思ってね。今フランさんは私たちと一緒に行動しています。もうすっかり元気で、ノエルさんとも会いたがっています。説を曲げろとは言わねえが、せめて話し合いの余地くらいは残してくれてもいいんじゃねえか。それでも、それでも私は皆さんをこの先に行かせるわけにはいきません。国防軍の兵士として国家への抵抗勢力の潜入を見逃すわけにはいきませんから。ノエルさん、やれやれ、本当
不器用だよね。引き返してください皆さん。今ならまだ見なかったことにできます。いずれ争うことになるしかなくなっても、今はせめて。甘いなノエル。君が真に国防軍の軍人ならこんな問答は必要ないはずだ。問答無用で取り囲んで俺たちを無力化すればいい。なのにそんな干渉めいた言葉で俺たちを晒せようとする。そんな甘い覚悟で本当に大義に準じているつもりなのか。ロイドさん。いつになくきついね。はっきり言おう、ノエル。君は弱くなった。何の欺瞞もなく、ただひたすらにまっすぐいられなくなったからだ。今の君相手なら、軍人じゃない俺にだって勝てる。ロイドさん。おいおい、何を。武装は自由。俺一人で君の相手をする。君が勝ったら俺たち全員を捕まえればいい。その代わり、俺が勝ったら君は俺がもらう。一体何を。見ていられないってことさ。君が君らしく荒れない場所に居続けている。同じ仲間としてこれ以上放っておくわけにはいかない。勝負してもらうぞノエル・シーカー少尉。おいおいおい、そんなのありかよ。とんでもないです。何かの異能とか言わないだろうね。確かにな。いいでしょう、私も負けられません。勝負です、ロイド・バニングス捜査官。ああ、かかってこい。ロイドさん、手加減抜きです。この勝負絶対に負けられない。エニグマ駆動。それ。やあ。よし。それ。よし。エニグマ。やっ。そこ。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。目標を撃破します。はあ。これで終わりだ。行くぞ。行くぞ。はあ。やっ。行くぞ。はあ。やっ。そう。行くぞ。させるか。やっ。行くぞ。させるか。行きますよ。よし、エニグマ催眠術。やっ。やっ。行くぞ。させるか。やっ。そこだ。行くぞ。させるか。そこ。そこだ。俺の番だな。させるか。よし、させるか。
きますよ。ファイヤー。よし、させるか。電磁ネット投射。任せてくれ。行くぞ、ストップ。そこだ、行くぞ、ストップ。目標を決めてしまった。ここで終わるぞ。負けるか。ストップ。行くぞ、させるか。行きましょう。そこだ、任せてくれ。させるか。そこだ、行くぞ、させるか。行きますよ。やあ、任せてくれ。エニグマ、それ俺の番だな。ステア、やあ、行くぞ。やべ、そこ任せて。そこだ、任せてくれ。させるか。やあ、そこだ。よし、させるか。無駄です。そこ俺の番だな。えい、はっ。マメンさん、悪いな。先に行かせてもらうよ。俺の勝ちだな。すみません、ソーニャ司令。謝る必要はないわ。ゲゲ、うん、気づかれていたか。あなたたち、戦闘の音が上の方まで響いていたわよ。一応人払いはしておいたけど。すみません。お久しぶりです、ソーニャ司令。ええ、本当にどんな理由で訪ねてきたか見当はついているけど、とりあえず私の部屋で話を聞かせてもらおうかしら。なるほどね。大統領側の不可解な行動もようやく見えてきたわね。ってことは、ひょっとして、こちらにある程度協力していただけるとか。残念ながらそれは無理ね。警備隊にせよ国防軍にせよ、シビリアンコントロールの原則は変わらない。問題があるとはいえ、クロスベル独立国が成立して大統領という国家元首がいる以上、私たち軍人は勝手な判断で武力を行使することは許されない。そうですか。正規軍ってのはそのあたりが厳格っすよね。それじゃあやっぱり歩み寄るのは無理そうだね。ええ、そうなるわね。そうでなくてもアリオス国防長官は優秀よ。仮にベルガード門の部隊がそちらに協力したとしても、彼の率いる主力部隊に反乱軍としてあっという間に鎮圧されてしまうでしょうね。そうなんですか。あのおっさん、指揮官としても優秀なのかよ。ええ、セルゲイの元部下だけど、さすが牽制と呼ばれるだけ断りに通じているみたいね。その戦略の巧みさ、兄弟子であるリベール王国軍司令カシウス准将に通じるものがあるわ。でもたとえアリオス長官相手でも、タングラム門のダグラス副司令と協力できれば。あら、ノエル、
なぜ彼らに協力することが前提になっているのかしら。ノエルさん。さっきの一騎打ちが効いちゃってるみたいだね。ソーニャ司令、もし仮にディーター大統領とクロスペル独立国の正当性が揺らいだ場合、国防軍の対応はどうなりますか。それってそうね、どの程度かによるけど、事の真偽がはっきりするまで慎重に状況を見極める、その必要はあるかもしれない。なるほどね。となると、どうやってその正当性を揺るがせるかが鍵になってくるわけだ。ああ、こういうことはエリーの判断が一番頼りになりそうだけど、多分鍵はマクダイル議長じゃないかと思う。お嬢のじい様か。確かクロスベル自治州の代表の一人になるんですよね。なあ、もう一人は他ならぬディーター市長だったけど、独立国の宣言にあたってマクダイル議長の意見は完全に封じられたと聞いている。その彼の意見が何らかの形で国内外に発表されたら、大統領や独立国の正当性がわずかに揺らぐかもしれない。そうなったら国防軍もいいところに気づいたわね。どうやらヒントを出すまでもなかったか。ノエル少尉、マクダイル元議長はミシュランだったかしら。お孫さんのエリー城とともに迎賓館内に軟禁されています。うん、ミシュラムの警備は確か赤い星座の部隊、国防軍の部隊は常駐していなかったわね。はっ、その通りであります。そうにゃ司令。あら、私としたことがうっかり部外者の前で。何でもないわ、今のはすぐに忘れなさい。さすがソーニャ司令、気持ちがいいほどのしらばっくれぶりだね。それとノエル少尉、先ほどの一騎打ちだけど、甘いと言われても仕方ないわね。はい。罰としてしばらくの間無期限の謹慎処分とし、代わりにクロスベル警察特務支援課への再出向を命じます。自分に何が足りなかったか、そしてクロスベルの将来のため自分が何をすべきなのか、しっかりと見極めてきなさい。イエスマム。ミシュラム方面の隙間を感知しました。フランさん、座標を送ります。もう、いつまで泣いてるの。みんなに笑われちゃうよ。いいさ。なんだか羨ましいです。すみません、特定できました。ミシュラム保養地、ホテルデルフィニア付近、あのレイクビーチのあたりです。ふう、すげえ偶然だな。
今度は優雅なバカンスとは言い難いけどね。あら、ひょっとしてみんなでビーチに遊びに行ったことがあるとか？ええ、まあ通商会議の後ですけど。もう釣れないわね。そんな楽しそうなイベントになんで私を呼んでくれないの？いや、俺たちだって招待された身分だったしな。今にして思えばあの招待も何か思惑がありそうだったけどね。確かに。いずれにせよ次の目的地は決まった。赤い星座の部隊が警備しているらしいが、ノエル、どのくらいの規模か知っているか？そうですね、一個中隊はいると思います。この人数で当たっても正直勝ち目はないでしょう。そうか。なんとか陽動して戦力を分散できりゃ。だったらここは私が。いや、ここは私が引き受けよう。元の姿に戻ればかなりの戦力を引きつけられるはずだ。サイト、そのいいのか？私はあくまでお主らの手助けに徹するつもりだ。お主らが仲間を集め力を蓄えつつある今、そろそろ助力は不要だろう。まあ最後の大サービスとでも思うがいい。そうか。ありがとう、ザイト。ああ、マジに助かるぜ。といっても相当厳しい戦いになるのは間違いなさそうだけどね。それでもミシュランには議長だけじゃなくてエリーもいる。万全の準備を整えて何としても二人を解放しよう。はい。およ。了解です。